横抱きの授乳姿勢。このビデオでは横抱きと呼ばれる授乳姿勢を紹介します。一番よく使われている姿勢です。とはいえ赤ちゃんがまだ誘導を必要としている場合は交差横抱きの姿勢をおすすめします。もう一方の腕で赤ちゃんを支える以外は同じ姿勢になります。この横抱きでは背中の後ろにクッションなどを置き体勢を楽にしましょう。足を上げます。筋肉の緊張がなくリラックスできる姿勢であることが大事です。おっぱいを上げる方と同じ側の手で赤ちゃんを持ち上げます。この腕はクッションで支えます。赤ちゃんの頭や前腕や肘の内側に置き寝かせます。前腕で支えながら赤ちゃんとお母さんのお腹をくっつける形でお母さんの方に赤ちゃんを傾けます。赤ちゃんの鼻を乳首の高さに持っていきます。おっぱいを加えるのに赤ちゃんが首を回さなくてもいいように注意します。首を回したままおっぱいを飲むのは不快だからです。赤ちゃんの耳、肩、腰が一直線になるようにします。乳首で赤ちゃんの上身をくすぐってください。赤ちゃんが口を大きく開けたら素早く赤ちゃんをおっぱいに近づけます。お母さんが赤ちゃんの方へ身をかがめるのではなく手のひらで赤ちゃんの肩甲骨を支えながら赤ちゃんの頭をおっぱいに近づけます。そうすれば不快な体勢にはなりません。頭をおっぱいの方に押さないようにしましょう。赤ちゃんの頭は敏感なため吸い付く代わりに反射的におっぱいから顔を反らしてしまいます。赤ちゃんが息をしにくそうな場合お母さんは自分の乳房を指で押さないようにしましょう。母乳が出るのに必要な通路が塞がってしまうことがあります。その代わりに赤ちゃんのお尻をお母さんの方に引き寄せてください。角度が変わって鼻も解放されます。